はい、えー。こんにちは。レトスのおのです。6月17日の3問に入ります。A は第三者 C の詐欺により、A 所有の土地を B に売却し、移転登記もなされた。この詐欺について B が全有価質の場合、A は詐欺による取り消しを主張できる、丸かバスかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。で、今回の問題文の状況なんですけども、 A は第三者 C の詐欺によって土地を B に売却したということなんですよね。A さんは C からの詐欺によって土地を B に売却した。で、B さんについては、この詐欺について全意有価質だったって書いてありますね。全意有価質だったと書いてあります。つまり B さんは詐欺について知らなかった。でも、その知らないことに対して落ち度があったということですね。 だから、ちょっと注意していたら分かる話だけども、まあ、注意してなかったことによって、詐欺の事実を知らなかったという状況です。で、ルールはどうなっているかというと、第三者 C から詐欺を受けた場合、詐欺の事実について、相手方 B が過失なく知らない場合、つまり、善意無過失だった場合、B は保護されるんですね。従って A は取り消しはできないです。一方で、 B さんが悪意だったり、有過失だったりする場合っていうのは、B さんを保護する必要性が低いので、A さんを保護するんですね。つまり A さんは B さんに対して取り消し主張ができます。まあ、ここにちょっと書いてある内容なんですけれども、有過失の場合、詐欺を受けた A さんを保護して、A は取り消しができるっていうことです。今回問題文を見ると、B さんっていうのは有過失つまり過失がありますよね。 だから、B さん過失があるんだから、B さんを保護する必要性は低いですよね。だから、A さんを保護しましょう。A さんを保護するってことは、A は取り消しを主張することができるということです。取り消し主張ができるということは、この土地を取り戻すことができるということなんですね。まあ、従って、A は詐欺による取り消しを主張することができる。丸っていうことになります。で、問いにですね、えー、宅建業者の免許の有効期限は5年で、 免許の更新の申請は、有効期間の30日前までに行わなければならない。丸か罰かという問題です。え答えは、罰ですね。この部分が誤りです。30日前までに行わなければならない。ここが誤りです。え免許の有効期間5年。これは正しいです。ただ、免許の更新っていうのは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならないんですね。 90日前から30日前までのこの間に行う必要があるんですよ。問題文の30日前までってなってくると、例えば、ま、200日前とかでもいいことになるんですよ。それはダメですよね。例えば4ヶ月前、これ120日前ぐらいですかね。これだと早すぎるからこれもダメですし、また、有効期間満了の日の15日前。ま、これだと遅すぎるんですよね。これでもダメだと。この間でやってくださいねって話です。で、これだけ覚えるのは、ま、非効率なんですよね。 で、短期講座では4つのポイントをお伝えしております。まあ、こういった部分ですね、関連ポイントを合わせて勉強すると。これが重要なので、まあ、こういった勉強をですね、ぜひ、えー、自ら行っていきましょう。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる切り土であって、当該切り土をする土地の面積が600平米、かつ高さ1.5メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、知事の許可が必要である。 かかという問題ですえ答えは、えー、許可必要ですね。なので、○です。宅地造成工事規制区域内において、下記いずれかに該当する場合は、知事の許可が必要です。一つ目が、切りもしくは盛りをする面積が500平米を超える場合。今回、600平米ですよね。500平米超えてます。なので、この時点でえ許可が必要だということから、○だというふうに導いていただいても構いません。 そしてもう今回、霧戸ですよね。で霧戸について高さ 2m を超える崖を生じる場合、この場合も許可必要なんですけれども、今回は 1.5m ですね。1.5m なので、2には該当しません。まあ、2には該当しないんですけれども、いずれかに該当する場合、許可が必要だから、どれか1つでも該当するものがあったら、その時点で許可が必要なんですね。だから2を満たさなかったとしても、1を満たすので、許可が必要だということです。 ま、この点は注意しておきましょう。えー、これ基本問題なので絶対解けるようにしておきましょう。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。